こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉はシャリです。ここ、そこと近い場所を示す、指し示す語です。言葉では言い表せない場所を指し示す場合もあります。ごんべんに神妙に理と書いてシャリと読む、シャリや物と書いてシャリなどとも書きます。以前からシャリを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。